海老名にある理工テクノロジーセンターは、開発、設計、生産準備、購買、評価などを行っているリコーグループのものづくりの核となる拠点です。リコーグループでは、社員一人一人が改善し続けられる文化づくり、体質づくりというのを目指してまして、経営基本方針に社内デジタル革命というものを、掲げています。各事業部の方に置いてます、キーパーソンと呼ばれる方と、あとは業務を実際に、オペレーションされる方、あとは、自動化したプロセスを構築する人、このような方々でチームを組んでいただいて、現場の困りごとから、改善していただくという活動を進めています。このグループではリコーオリジナルのプレス部品などの原価改善を担っています。オリジナル部品には相場価格がないため、原価の構成要素を明確にするコストテーブルを作成します。しかし、このコストテーブルを作成するには、大量の部品一つ一つの構成部品を手作業で検索、リスト化する必要があり、50時間以上の時間がかかっていました。データ作成の作業に時間がかかりすぎておりまして、本来やりたいことである試作の検討に十分な時間が割けていないという課題がありました。 RPA 導入によって、データダウンロード、構成部品検索、分析用データ作成の業務が完全に自動化され、1回あたりおよそ50時間かかっていた作業がおよそ10時間に短縮されました。 RPA 導入による効果は主に3つあります。1つ目がストレス度の軽減という効果です。 RPA 化した業務というのは、単純作業の繰り返しの業務でありまして、非常にストレス度が高い業務でした。それを自動化することによって、業務が楽になりました。2つ目が正確性の向上です。人がやっていますと、どうしても防げないヒューマンエラーがRPA 化することによってなくなりました。3つ目が試作検討の頻度の向上です。今までですと、データの作成業務に非常に時間がかかっておりまして、本来やるべき試作検討にあまり時間が割けておりませんでしたが、今回ロボット化することにより、データ作成業務が時間が短縮され、その時間を付加価値の高い試作検討に回すことができるようになりました。リコーグループでは、このような RPA による改善活動を推進する体制づくりに力を入れています。今回のロボットを作るときにですね、我々が特に意識をしたことは、汎用性を持たせるということです。で、このロボット専用にですね、一気通貫で仕組みを作るのではなくて、それぞれのプロセスごとに分けてロボットを作ることで、汎用性を持たせてですね、で他の業務でも展開しやすいように工夫をしました。まだまだですね、グローバルコーポレートハブの中ではハンドで行っている作業が多いので、今回作ったロボットをですね、他の業務にも水平展開をして、導入の効果というものをですね、何倍にも増やしていけるのではないかというふうに期待をしています。リコーグループはいち早く RPA を取り入れ、ビジネスプロセスの改革をスタートいたしました。このノウハウを生かし、お客様の働き方改革をご支援いたします。